阪神淡路大震災からもうすぐ27年です。災害が起きたとき、多くの命を救うために警察と消防が合同で埼玉県で訓練をしました。訓練は新座市の施設で、大規模な地震を想定して警察官や消防隊員およそ60人が参加して行われました。警察によりますと、役割分担や機材を共有する方法を確認しておくことで、いざという時の連携や指揮能力を高める狙いがあるということです。14日は警察と消防で持ち場を分け、警備犬とドローンで取り残された人を探したり、壊れた建物や車から救出したりする訓練をしました。